ナザグループオブ・カンパニーズは1974年に設立された自動車関連事業と都市開発を中核ビジネスとするマレーシアの企業グループである。近年は韓国、キア自動車の車種を製造、販売しており、国産車メーカーの認定を受けている。ただし、プロトンやプロドュアとは異なり、国策で設立された自動車メーカーではない。 キアの車種は、ナザブランドのものも含めて、ナザキア社によって販売が行われる。2006年には、自社ブランドを強化する狙いで、中国、公費記者の小型車、道だからをベースとするナザステラやプジョー206の、リバ自社である、ナザ206ベスタリの製造を開始し、ナザコーポレーションを設立して、販売を行っていたが、このビジネスは、成功を収めることができず、短命に終わった。 2008年5月2日、創業者のナシムリン・アーミン会長兼 CEO が、肺がんのため54歳で死去。次男のナサルリン・ナシムリンが25歳で会長を呼び、CEO 職を引き継いだ。ナザリア・ナザ、チトラ・ナザ・ステラキアトップジョーの車種が、テダシューグルンのナザ・オートモーティブ・マニュファクチュアリングによって、製造が行われている。なお、現在は、 謎のバッジが付けられている車種は存在しない。ありがとうございます。